こんにちは。ご視聴ありがとうございます。 KC-AP200SB エアガンを紹介します。アルティメート仕上げファイバーフロントサイト、2024年9月にホビーショップフロンティアさんの中古コーナーにて販売されていた商品を紹介します。全長は約41センチ、重量は989グラムでした。内蔵マガジン相談数は16発。いいですね。あ、もうカバー取ってないですね。 SB じゃなくて AP200SB の刻印がうっすら見えますね。そして銃口はちょっと奥まった位置に見えます。見えないね。こうやるとちょっと見えますかね。上からいかにも競技用っていう感じがいいですね。サイト見ます。ファイバー入りフロントサイト、よく光ってるし、このエッジから離れてるのでいいですね。さすが、まあ競技用でからその辺考えてるでしょうね。リアサイト当然フルアジャスタブルで、こちらで左右、こちらで上下の微調整が行えると。でね、このサイドレングス稼ぐために後ろまで出っ張った、これいいですね。ブレードもめっちゃ広くていいですね。サイトピクチャーはこんな感じですかね。刻印はコンプレスのシリンダーの横左にカスタマイズドプレシジョンシューティングピストル、トリガーの上側に KC のトレードマーク、トリガーガードからのトリガー、これ APS-3 みたいな感じでコッキングだけもできるんですよね。トリガープル見ましょうか。ちょっと遊びがあって重くなって、おお、やっぱり軽くて綺麗、いいですね。さあどれぐらい軽いかな。お、217、めっちゃ軽い。このコンプレストというか玉コッキング動作はね、すごい軽いんですよね。ここでちょっとだけ重くなるけど、基本的にはすごくやりやすいですね。コンプレスト一回してみましょうか。この独立しているので、なんかコッキングしやすいですね。あんまり力もかからないし、ただこう圧縮するので戻すときは若干力がかかるけど、そんなにね重く感じないですね。で打つと、おお、いいですね。安全装置トリガーの上についてて、右から押してロックされる、違う、安全装置トリガーの上についてて、左から押してこの右が出っ張った状態が安全、右から押すとこれで打てると。とても動き軽いですね。グリップ見ますね。まずここの右が親指かかる部分がね、すごく滑らかに削られてますね。これ後からやったのか、そもそもそうなのか。で右側見てもこう一部削られてるし、この指のかかる人差し指が通る部分もすごく滑らかになってますね。後ろから見るとこんな感じ。ここがねちょっと平らで広くなっていて、これはこれでいいかもしれないですね。なんか右から見ると指が回り込むっていうか、ちょっとまあ軽くここら辺で保持するみたいな感じで、こう完全に指が回り込んだりはしないんですね。本当ならね、グランドマスター弾使いたいんですけど、もうないので G&G の 0.28 を使ってみます。フォロワー下げます。なんかね3とかに比べてすごいスプリングが柔らかくていいですね。でここ上に引っ掛けるで、まあ、角度を前にチャラチャラチャラとしたいので、こんな感じで入れていきますね。あ、取れた。フォロワーがなんか外れやすいので、こう持っといた方がいいかもですね。はい、入りました。でロックを解除して準備完了。エアガン競技 APS カップの的、シルエットターゲットですね。本当だったら6、7、8、9、10にあるんですけど、まずは6と7に置いて打ってみたいと思います。サイトもね全然見てないんでどうなるか。よいしょ。でシルエットは両手でいいんですよね。
フロントサイトがね、ちょうど細くて、ターゲットよりも細めなんで、しっかり狙えますね。トリガーがね、心地いいですね。切れるところが、ふんわり切れるので、APS-3 よりは APS-1 に近い感じですかね。こう、引っかかりがあんまりない感じ。サイト通りですね。じゃあちょっと距離を変えて打ってみます。まあ本当はね、8、9と10もあるんですけど、まあ場所の都合上、8と9打ちますね。なんか全ての操作がね、なんかすごく柔らかい感じで楽ですね。あ、ちょっと上でしたね。左右は合ってました。だから今のでターゲットの6次照準で行ったんで、ちょっとね、下上目に飛ぶ感じですかね。だからすごくターゲットが視認しやすくていいです。だからこれドンピシャリでいいのかな。すごいですね、よく当たる。なんか 結構いいですね。まあ、前のオーナーの人がなんかいろいろやったりなんかしてるのかもしれないですね。素晴らしい。初速測りますね。弾は 0.2g。87.2。87.4。87.5。87.4。87.4でした。素晴らしい。次0.28でも打ってみます。77.5、77.2、76.5、77.2、77.3、77.1、77.76、あ、これ弾ないのか。あ、シャオンいきますね。50センチ離して90.7、真横は94.4、15、110.8デシベルでした。エアガン競技 APS カップのブルーズアイは5メートルの距離から、まあ片手でね、こうブルーズアイのターゲットを打つんですけど、あまり腕に自信がないので委託して5発打ってグルーピング見ますね。こうやって打つとちょっとリアサイトのブレードのこの隙間
ちょっと飽きすぎてるような感じなので、個人的にはもっと狭いとよりいいような感じがしました。ただプレートとかだとね、それが楽なんで、まあ、難しいところですかね。トリガーアップルやっぱりいいので、うん、なんだろう、すごく打ちやすいというか気持ちよく打てますね。おお、さすが競技専用銃、素晴らしいですね。エアガン競技 APS カップのプレート競技打ちます。まあ、3つあるうちのこれで3つ目ですよね。はい、ルールは、まあ、3秒で1発打つというものになります。やっぱりこの引くときに引き切りが軽いので打ちやすい気がしますね。うん、あとやっぱりこの前のね、グリーンがとても目立っていいですね。外しちゃった。これは私のミスですね。まあ、ちょっと上段まで行ってみましょうか。引き切りが柔らかいのがね、すごくブレづらくていいかも。うん、やっぱりいいですね。サイトこの太さもちょうどよくてね、プレートのターゲットにちょっと内側入るぐらい、細いやつと同じかこのとかちょっと浅いぐらいなんで、狙いやすいし結構いいなと個人的には思います。 AP200 久しぶりに打ったけど、やっぱり APS1 とか3とはまた違った良さがあっていいですよね。まだ打ったことない方、ぜひね APS やってる方ちょっと触ってみるといいかもしれないですね。まあ、以前にもね APS で使う競技銃いっぱい紹介してます。ぜひ他もご覧ください。最後まで見ていただいてありがとうございました。